皆さんこんにちは。学生リポーターの松本です。本日は東京農工大学工学部のオープンキャンパスから世界をリードする研究、ものづくりの魅力をご紹介します。早速行ってみましょう。東京農工大学工学部のミッションは科学技術で世界を変える人材を輩出すること。学生は3つの専門性を軸にしたカリキュラムのもと、複数の専門領域を学ぶことができます。大学院進学率は 80% 近く、学習意欲の高い学生たちは地球規模の課題解決に取り組む工学系知的プロフェッショナル人材として成長していきます。最初にご紹介するのは AI に関する最先端の学びについて、知能情報システム工学科の模擬授業からお届けします。まあ、皆さんが AI という言葉を聞くとイメージが、新しいものを作るという意味でも想像するという意味でも想像の産物なんじゃないかなと思います。でまさに実は人工知能というのは今ブームでして、第3次 AI ブームというふうに言われています。でその中でうちの研究室では人工知能と人間が協調する係というのを目にします。知能情報システム工学科ではコンピュータの仕組みやプログラミングといった情報工学、電気電子工学の基礎を確実に身につけ、現代社会が抱える諸問題の解決に貢献する高度 IT イノベーション人材を育成しています。続いてご紹介するのは機械システム工学科です。スマートモビリティ、デジタルものづくり、ロボティクス、ナノメカニクスの3つの軸を中心に幅広い機械系分野をカバーしているのが特徴です。先生にお話を聞いてみましょう。マイクロナノテクノロジーの研究をしています。これは、非常に小さいものを加工する技術を駆使してさまざまな役に立つデバイスを作ろうというものです。具体的には立体映像技術だとか未来の超薄型レンズを作る研究をしています。世の中にないものを出せるということです。で世界でこれを作れるのが自分たちのグループだけみたいなものを楽しみにしてやっています。東京農工大学工学部の特徴、それは研究力の高さ、論文の量、質ともに評価が高いことからも伺えます。それでは農工大が日本で初めて設置した生命工学科より世界をリードする研究をご紹介します。生命工学科の特徴では生命に関連する多彩な学問領域を学ぶことができます。それを応用して医薬品・化成品の開発、再生医療、臨床診断、環境浄化などの新しい産業の創出に取り組んでいます。マリンバイオテクノロジーという研究をしています。生命が生まれた場所っていうのは海ですけれども、非常にたくさん のそして多様な生物がいます。その中から全く新しい微生物とか珍しい微生物というのを見つけ出してきて、それらを利用して、世の中の役に立つような物質を作る研究、それを行っています。最終的に微生物を使っていろいろなものづくりであったり技術を開発したりするんですが、製品となったり技術として出来上がった時に非常にやりがいを感じますし、例えばバイオジェット燃料の開発であれば本当に地球環境に役立っているという研究を本当に感じますので、それをやりがいに思っています。ゲノム編集技術を使ってバイオジェット燃料生産の役に立つような微細藻類の作成を行っています。藻類では誰も成功していない新しいゲノム編集ツールを使っていて、国内外で競争しているところです。いち早く成功すれば社会に役立つ技術を私から世界に発信できるところに魅力を感じています。最先端の学び、研究力のある人材育成、その秘訣はカリキュラムにあります。欅型教育の特徴は1年1学期から専門性の幹を育て、3年4年では多様性の枝を広げること。また海外語学研修や短期留学も充実しており、研究を通してグローバルに活躍できるイノベーションリーダーを生み出しています。大学での成長を実感した話について教えてください。大学 1,2 年生で学んだ知識を今まさに研究活動で活用しています。このように学んだことが身についたと感じるときに成長を実感します。将来の夢を教えてください。
電力会社でクリーンなエネルギーの開発に携わることで環境保全と人々の生活を支えたいと思っています。独自のカリキュラム、幅広い専門領域を学べる環境、東京農工大学工学部は工学系知的プロフェッショナル人材を育成し世界をリードする研究を進めているのですね。以上、東京農工大学工学部のオープンキャンパスからお送りしました。